はい、ここは、ヒルトンハワイアンビレッジっていうところですね。だいたいここら辺は、7つから8つぐらいの、まあ、ホテル、まあ、いろんなタワーの名前がついてるんですけども、あとイリカイホテルとかね、ワイキキでも少しアラモアナ寄りの、まあ、ホテルなんですけども、ここに、デアレアがありますんで、あのラウンジがあるんでちょっとご紹介したいと思います。まあ、いろんなタワーがあるんですけど、レアレアがあるのは、ダイヤモンドヘッドタワーというところの1階にあります。そこでこっちに泊まってるお客さんたちが、まあ、いろんなことヘルプしてもらったり、また、日本の新聞が読めたりいろいろできるラウンジです。こちらレアレアラウンジ、こちらの方でお客さんたちのサービス、受けられます。オプショナルツアーとかね、この間行った、前ポカンちょっとトライしたんですけども、サンセットビーチクルーズとか、まあ、いろんなのがあるんですけども、まあ、申し込みとか、どういうものがあるかっていう相談ができます。あとはこういう簡単な、お土産類とかね、あります。はい、あとここのやっぱりラウンジは他とも一緒で、こういう飲み物が用意されていますね。こういう感じで、いろんなドリンクが、飲めたり、コーヒーが飲めたり、ちょっと僕は、お水をもらってみようかと思いますけど、ここでお水とかももらいます。トラ、これ飲んでみますね。じゃあ、やっぱりレアレアの水は美味しいね。はい、それでは、ダイヤモンドヘッドタワーにあるレアレア、ね、ラウンジですけども、リンちゃん、はい、もともと日本のね3丁目にいたんですけど、ハワイに移ったんだよね。そうなんです。はい、どうですか、この旅から。ハワイやっぱり気候がよくって最高ですね。ね、みんな若くて頑張ってますけども、ここはダイヤモンドヘッドタワーっていうところのレアレア の、 あのラウンジじゃないですか。です、ね、ここの特徴っていうと何が特徴、まあ、そうですね、ワイキキからちょっと離れてるんですけれども、うん、ヒルトンハワイアンビレッジが、まああのヒルトンの周辺のホテルにご滞在されてるお客様のサービスですとかっていうのを主に担当させていただいてます。なるほど。ワイキキでもあのアラマナ寄りのね、あのイリカイホテルもそうだし、このヒルトンのハワイアンビレッジ、タイムシェアもあるんですけども、そういうところに宿泊しているお客さんたちを主に対象にしている。そうですね。だってもうここだけが一つのあれだもんね。だって村っていうか町なのか、なんかそんな感じですもんね。はい。なんか何でも完結できますので。はい。まあ元気あの子もいますので、ぜひご相談は、レアレアのラウンジでよろしくお願いします。